2014年に東京学芸大学でですね、行ったですね、教育論というのを語ったんですね。その講演会の映像です。人類の歴史というのを振り返りながらですね、教育っていうものがどのように扱われてきたのか、そもそもなんで必要なのかですね。世界にはですね、その教育、公教育がない国というのがですね、20世紀の半ばぐらいまでいくらでもあったわけですよ。で、なんでなくていけたのか。で、なんで日本はこんなにいっぱいあるようになったのかとかですね、いろんな国の制度を比較しながら話してますね。で、その後ですね、この流れがあるからこそ、だいたいこの2000年、3000年ぐらいの流れがあるからこそ、この先の教育というのは、だいたいこういうふうになるんじゃないかなっていうですね、予想を語ってるわけです。だからこうなるべきであるだって、これはもうこうなるしかないんじゃないのっていう予想なんですよね。で、当然ですね、岡田斗司夫がこうあるべきだと考えてるという意見は、ほとんどというか全く入ってないんですね。こうなるしかないよねという予想なのでですね。で、なおかつですね、この講演映像自体が今から8年前のですね、2014年に語ったものだけども、割と最近のゼミでよく語ってるですね、ホワイト社会の話と共通する話題になってますのでですね。8年前からこのホワイト社会の傾向というのは見えていたわけですね。ちらちら見えてきたんですけど、コロナで一気に加速したというようなところもあるので、そこら辺もですね、含めて見ていただけると楽しんでもらえると思います。これから始まる動画はですね、2014年11月3日にですね、東京学芸大学で行った講演、岡田斗司夫の頭が良くなる教育論。恥ずかしいですね、もうこういうタイトルは。の記録映像です。中身自体は面白いと思いますので、最後まで見てください。特別公開の無料動画スタートです。どうもわざわざ休日に足をお運びいただきましてありがとうございます。教育についての話っていうのは割と退屈になりがちなんですよね。べき論って僕は呼んでるんですけども、こうあるべきだっていう話が空回りしちゃう場合がすごく多いんですね。だから退屈になってしまう。もう一つは、僕たちの無責任な夢が乗っかってしまう場合が多いんです。教育の現場って、いろんな人が口出ししやすいんですよ。っていうのは、誰もが絶対に一度は生徒だったり子供だった記憶があるわけですね。だからこういうふうな学校であってほしいとか、こういうふうな学校であるべきだというふうなことを言うんです。例えば家庭とかですね、会社にあまり理想を求めませんよね。自分が運用している会社とかですね、あと自分がそこを生活の場としている家庭みたいなところで理想的なものを求めない。どちらかっていうと、理想の家庭はこうであるというのを提示されたら、僕らは割といや、それは理想だからとか、いや、ではそんなのどこにもないよというふうに言うんですけども、学校に関してはどうしても学校はこうあるべきだって話になってしまう。で、結果、学校に関しては、理想論みたいなものが横行してしまうんですね。なので、話が退屈になりやすい。で、僕今日は、学校の話をですね、割と本質的なところから掘り下げようと思ってます。ではですね、教育の定義みたいなものからやってみます。これも退屈になっちゃうと嫌なので、さっさと済ませます。僕は教育の定義っていうのは、子供を鋳型にはめてですね、社会の都合のいいように書き換えることだというふうに考えています。それ以外にあんまり実効的な教育の定義ないと思うんですね。っていうのは、もし子供をですね、自由に育っているならば、別に本を読ませる必要はないし、遊ばせる必要はないし、友達と一緒になんかさせる必要もないんですね。それぞれの家の都合でやっていっていいはずなんですよ。子供が自由であるべき論ですね。子供が自由であるべきならば、親も同時に自由であっていいはずなんですよ。そうすると、その学校とか寺子屋制度発生以前のようにですね、子供っていうのはただ単にお手伝いをするべきちっちゃい人間ですね。それがまだ成長してないだけで、必要なのは教養や教育ではなくて、その家を、成立させるのに十分な能力があればいいと。例えば洗濯ができればいいとか、掃除ができればいいとか、アルプスの少女ハイジだったらペーターみたいに、数は数えられなくてもいいから、ヤギを山の上へ連れていければいいと。ここら辺で本当は、教育というのは、OK なはずなんですけども、そうじゃなくて、子供を鋳型にはめなきゃいけない。それは僕たちの社会がそういうのを要求してるからなんですね。ちょっとべき論の話置いといて。で、子供はですね、何でしょうね。僕らの社会の中では、多分これ、18世紀の終わりぐらいからだと思うんですけども、社会資産になっちゃったんですね。
それまで子供っていうのは親のものである。だから親は勝手に子供を売ることができた。これは別に嘆かわしいことですけど、世界中どこでも行われたことです。余分にいる子供はよそに売られたり、働き手として都市に働きに生かされたりしたと。親のために働けというふうに言われたし、農家に生まれた子供っていうのは畑仕事をですね、もう5歳か6歳ぐらいの頃からさせられるわけですね。これが、まあ、当たり前ですけど、世界中どこ行ってもスタンダードな、その子供と社会のあり方だったんですよ。ところがそうはいかなくなってくる。それは何でかというと産業革命です。産業革命のおかげで、世界中にですね、工場っていうのができたと。で、工場っていうのができると、子供たちをですね、一箇所に集めて教育することが必要になってくる。ここで初めて教育っていうのが出てきたんですね。教育っていうのはですね、もう僕ら当たり前のように受けてるから、なんかこう、人類古代、昔からですね、そういうものを受け入れて当然のようになんとなく考えちゃうんですけども、この子供に教育を与えるという思想が出てきて、まだ200年ぐらいしか経っていません。じゃあなんで200年前までは必要なかったのかというと、さっきも言ったように、その家でしつけしれば十分だったからですね。農家の家に生まれて、朝日が差したらみんな起きて、で、畑仕事に行くような家に教育なんて必要ないわけです。そうじゃなくて、それよりは畑に行ってしっかり耕してくれとか、働いてくれっていうのを親は考える。で、5人も6人も子供をいっぱい産んで、その中で1人か2人、体が弱いものは途中で死んじゃう。で、体が丈夫なものが最後まで生き残って後を継ぐっていうのが、その子供と社会との関係だったと。ところが、今言ったようにですね、産業革命ができて、成立して、で、世界中に工場ができて、工場で働くためにですね、人間は、まあ、僕らもいつも聞く言葉なんですけども、人材にならざるを得なくなった。こことことの間にはなんか大きい隔たりがあります。人材っていうのは何かっていうと、今の僕らのように教育された存在です。日本語が読めて、つまり母国語が読めて、簡単な計算ができて、例えばマニュアルが見れると。昔海洋堂っていうですね、フィギュアの会社がですね、中国に工場を作った時に、何が大変だったかっていうと、中国でフィギュア工場やってる時に、まず電気の付け方から説明しなければいけなかった。例えば、ちょっとごめんなさいね。そっちへ移動します。こういうスイッチがあって、これをこう、動かすと、電気がついたり消えたりすると。これをいちいち従業員を連れてきて実演してみせないと、工場でですね、人が働けない。つまり、その時にですね、中国の深圳という地方なんですけど、そこの人たちっていうのは教育されてなかったんですね。いわゆる家の手伝いをずっとしていた教育されてない子供たちが大きくなって15歳とか20歳になった状態だったんです。それが、まあ今から15年ぐらい前の中国の工場の姿だったんですよ。そういうような人たちに前へ来て全員にスイッチ触らせて、これ入れると、明かりがつく、消すとやるんだ。だから朝工場に来た人はこの電気をつけて、夜帰るとき返すんだ。次に洗面台を連れてってトイレに連れてって、おしっことかは外じゃなくて必ずこの中でしなさい。で、蛇口ひねったら水が出る。で、手を洗って終わったらちゃんと蛇口を閉めるっていう、こういう当たり前のことを一から教えなければいけない。これが何でかというと、産業構造だからですね。同じ組み立てラインに立って、みんなで同じような服を着て、右から製品が来たら次々とそれをネジを締めるとか色を塗るとか、そういう作業をして次に流すと。今の僕らからしたら当たり前の作業で、まあ退屈だけども単純作業だなというふうに考えているのが、その農家の生まれであったり、そういうふうなことを全く知らない、テレビとかラジオとかが全くない環境の人たちにとっては、何もかもがびっくりするようなものなんですね。なんで急になんか工場でみんな働いてる時にしんどくなったら座っちゃいけないのかとかですね。なんでトイレに行く時はいちいち隣の人にトイレに行ってくると言わなきゃいけないのか。まあ、だってそれ言わないと工場のラインの人数が狂っちゃいますから、そんなことやっちゃダメだし、しんどいからという理由でみんな一斉に休むんじゃなくて、昼休みは昼休みでまとめて取らないと、工場の中で時間の配分がバラバラになっちゃうんですね。困ってしまう。でも、その中国で最初雇った人たちっていうのはそういうのが全く分からなかったそうなんですね。これは彼らがまだ人間だったからなんですね。まあ人間と人材って言ったらまるでこれ加工されて人間性を奪うような気がしてしまうんですけども、これもやっぱり教育の一つなんですね。教育によって、もうほとんど野生児のような人たちっていうのを机に座って、
で、決まった作業をして、で、終わりの時間になったら全員後片付けをして帰るというような状態の人材の状態を持っていかなければいけない。これがその教育というものがそもそも僕らの社会の中で必要になった理由です。それまでは寺小屋みたいなものでよくて、その中で読み書きを教わったりですね、なんだろう、必要最低限の社会的知識、常識みたいなものがあればよかったんですけども、今の僕らの社会っていうのは、なんでこの学校であんなに勉強しなきゃいけないのかっていうふうにみんな考えるんですけど、それらはすべて人間が人材になるためなんですね。あんないろんなことをですね、頭の中に詰め込まれるのもすべて僕たちが産業社会の中で働くのに一人前の姿になるために必要だ。というふうに考えてもらえば大丈夫だと思います。で、義務教育という言葉があります。義務教育っていうと、僕たちはですね、子供の頃に言われて義務教育だからお前は学校行かなきゃいけないんだっていうふうにこう言われたことがあると思うんですよ。僕も言われました。でも大人になってから調べたらですね、大間違いで、これ違うんですよね。義務を課せられているのはですね、実はこの義務っていうのは子供が勉強する義務があるの義務じゃないんですね。これ 親なんですよ。親は子供を学校に行かせる義務がある。義務教育制度っていうのは産業社会が成立してからできたものなんですね。で、それまでは親は子供に好きなように教育を受けさせる権利があったんですよ。ところがそれでは産業社会についていけない。諸外国と戦うためには、それは戦争という意味で戦うためでもあるし、産業の中で働いて貿易という意味で戦う意味でもあるんですけども、国民全員が戦うためにはですね、親が子供に自由に好きな教育を受けさせるだけではどうやっても間に合わない。そうじゃなくて、親の教育の権利を取り上げて国家が運営する学校に入れるっていう義務を親の側に課したんですね。これが義務教育の本質です。例えばそのアメリカではですね、アーミッシュと呼ばれるですね、17世紀ぐらいの生活をそのままやってる人たちがいるんですよ。彼らは子供たちを学校に行かせません。そういう、なんでしょうね、キリスト教的でないようなものの教え方にすごく反してるからですね。あとはモルモン教徒の人たちも、一般の教育に反対してます。なので彼らはアメリカ政府と交渉して子供たちを学校に行かせずに自分たちの家庭で教育する権利っていうのを権利としてですね、交渉の末勝ち取ってるんですね。あとはイギリスの寄宿舎でもですね、子どもたちに学校に行かせずに家で家庭教師を雇って教えるということが認められたりします。これを日本でもですね、ちゃんと文部科学省に言えば申請は通るはずです。特殊な事情があって、例えば子どもが、学校に行けないとかですね、もしくはそういう悩み抱えている場合は義務教育である小学校中学校の代わりに親が同じような能力を持った先生とか設備を用意すれば家で教えても大丈夫というのは許可すれば通ります。で、例えばその発明王のエジソンという人は子供の頃からやっぱり社会性が乏しくてですね、で、どうやっても学校に馴染めなかったので、エジソンのお母さんがその地区の学校に申請して、うちは子供を家で教えます、そのために家に本は何冊用意しました、私は1日に何時間子供の教育にかけますっていうのを申請書を書いて国からですね、その義務教育の義務っていうのを家庭側に引き取るということをやったんですね。それぐらいその教育っていうのは新たにですね、19世紀と20世紀にかけて国家が新しく国民に課した税金みたいなものなんですね。それまでは子供は好きなようにできたと、いわゆる7歳とか8歳になったら勝手に働きに行かせて親の資産を増やす、お金を稼がせることもできたはずなのに、15歳、最低でも15歳まではその国家が決めた教育を与えなければいけないという、これは実はこの義務教育っていうのは考え方を変えれば一種の税金みたいなものなんですね。国民の所得を奪う。で、江戸時代から明治にかけてのですね、一番大きな違いはさっきも言ったように産業革命が日本に導入されたことです。つまりそれまでの、身分が決まっていて、士農工商という身分が決まっていて、侍はずっと侍、農民はずっと農民っていうのをやっていればいい世の中ではなくて、各々おのおのが、頑張って勉強して、できるだけ上の階級に上がるっていう
考え方になってきました。で、同時に日本中にですね、その、なんだろう、富国強兵策で、食産、いわゆる産業を広く起こす政策というのが取られて、たくさんの人が労働人口として必要になってきたと。これまで農民として、民として、ただ単にぼんやりと生きてよかった庶民っていうのはですね、この明治時代になった瞬間に民から国民になったんですね。もう民を国民に変換するためにどうしても教育が必要だったと。例えばそれまでの民っていうのは日本人全員はナンバー走りという走り方をしてました。これは時代劇がちょっと好きな人はご存知の通り、日本人はもともと右手と右足を前に出してこういう歩き方をしてたんですね。これは明治時代以前のフィルムがほとんど残ってないのでなかなか見ることはできないんですけども、実はこの腰にですね、なんだろうな、刀なんかをぶら下げてると、こう今の僕らがやってるみたいに右手と左足を前に出すという普通の歩き方をやってると、どん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 刀の位置がずれてきて、でおまけに和服の前がはだけてくるんです。だからなんで日本人今僕たちは浴衣とか着物を着たらちょっと歩くとこの着崩れが起こるのかと。これ昔の人はきちんと着てて、今の日本人はだらしない着方がわからないからじゃないんですよ。和服という服の構造は難波という歩き方を前提にしてると、必ずこういうふうに右足と左足で同じ側が前へ出るという歩き方をしていると和服というのは着崩れしないんですね。こういう難波というのをしてた。それはその狭いところで100万人という人口を保つためにはですね、みんながなんだろうな、今の渋谷のスクランブル交差点みたいなところは江戸中いっぱいにあったんですね。で、そういうなところで人間がすれ違って暮らして素早く動くためには難波の方が圧倒的に歩きやすいんですよ。ところがそれがですね、軍隊が導入されるようになって重い背納といういわゆるリュックサックみたいなものを背負って銃を持って走るようになったらですね、これは右手と左足が両方前出る今の僕らの歩き方の方が完全に合理的なんですね。なので兵隊を作るために僕たちの日本人の歩き方っていうのは変えられました。そのために導入されたのが運動会と体育の授業なんですね。僕ら体育の授業とか運動会とかで行進っていうのをしますけども、あれ行進っていうのはもともと山形有朋が明治時代になって始めたですね、日本人の歩き方を根本的に変える方法なんですね。それのおかげで僕たちは今西洋人のようにもうナンバー歩きっていうのは全くできなくなっちゃってるんです。でそれが民から国民への改造手術。例えばその朝8時半とか9時になったら学校に行くっていう、僕らが当たり前のように考えている習慣も時間通り動くっていうですね、民から国民への強制ですね。で、先生の授業が始まったら45分とか1時間っていうのは座ってじっと聞かなければいけない。この考え方もやっぱ民から国民への教育の途中で成し遂げられました。こんな感じでですね、畑とか家内製紙工業ではなくですね、近代産業である工場で働くとか、あと兵隊とかを養成するために、民から国民へのなんだろうな、スペックの変更が必要された。これが僕らが受けた教育ですね。で、こういうのを、国民教育というふうに、国民を作るための教育です。で、今日はですね、教育の話なので、いくつかの教育の話をしようと思います。今、一番時間をかけて説明したのが、本来僕たちの社会がですね、数百年前まであった、割と緩やかな民の世界ですね。それは家族の間で言葉が通じればいいじゃないか。で、まあ大体足し算といっても、なんだろうな、お釣りの計算ぐらいができればいいと。だって現金で買い物するというのがほとんどない時代ですから、実はそんな足し算引き算も必要ないんですね。当時の勉強といえば、その中国の昔の本とかを暗唱したり声を出して読んだりすることが勉強だったような時代ですから、僕らが今考えている教育と全然違う、覚えることなんかほとんどないような教育、そういう民の社会から国民の社会というような形で国民教育ができた。なので今の僕たちの教育観っていうのは、この国民教育の時代を経て、次にこれがいかに間違って悪いものだったのかということで、大体僕たちは今市民教育っていうの、これを正しいものだというふうに考えてます。
民から国民になるための国民教育、次に国民たちが十分に豊かになった社会ではこの国民教育というのは用をなさなくなってきたので市民教育というような時代になった。で、この市民教育が今現在の社会ではそろそろもう用をなさなくなってきたので次の何かですねになるという話が今日の話の全般です。ではですね、ちょっと横にそれるんですけども、この国民教育、この民の時代にはですね、もうちょっと他にも教育制度があったんですね。ただそれはもうほとんどの人に関係ない、もう 99.999% の人には関係ない教育がありました。それは何かっていうとですね、もうこんな言葉を僕たちはほとんど忘れてしまっている帝王教育です。帝国じゃないな、帝王教育っていうのはですね、これ誤解されるんですけど、帝王学とも言われるんですけども、ある人間をですね偉大にする教育ではないんですね。帝王教育っていうのは、人間の才能を伸ばしたりですね、もしくは偉い人にする教育ではないんですよ。これもマキャベリっていうですね、その君主論というのを書いた人がですね、まあ早いうちに書いてるんですけども、中国の戦国時代でもですね、ヨーロッパの戦国時代でも言われてたのが、最終的に世襲制に戻っていくんですね。で、僕らは世襲制、いわゆる王様の息子または娘が後を継ぐっていうのを人類最古の政治形態みたいに思ってるんですけど、とんでもないんですね。例えば中国の漢碑誌という本を読んでみたらわかるんですけども、当時のその中国の戦国時代っていうのはすごく荒れていて、王様がすぐにですね面倒くさくなって、なんだろうな、能力が高いやつとか、まあ、街中で評判がいいやつとか、ただ単に口がうまいやつとかに帝位王位を禅譲しちゃう、つまり譲っちゃうんですね。今の僕たちで言うところのですね、創業社長が優秀な社員に社長を譲るというふうなことが当たり前のように行われた。古代社会というのは今の僕らが考えるはるかに民主的なんですよ。というより人類社会というのは多分言語とか文字を発見してからそんなに対して進歩してないんですね。今の僕たちがいるのは民主主義で人類の歴史の最高端ではなくてですね、人類の歴史の中で何度も何度もいろんな波が起こってきて、今はたまたま自由と民主主義っていうのが流行ってるだけだというふうに、振り子の幅の片一方の振れみたいに考えてくれた方がいいと思います。で、そのマキャベリが君主論を書いた時もですね、別に王様だから偉いっていうことはないし、もっと有能なやつが国の統治をすればいいんじゃないのと、場合によっては選挙で、国を治めるやつを選んでもいいんじゃないのと、こんなのは別にローマ時代からやってるんですね。自由選挙っていうのはやってるぐらいですから、そんな大してですね近代の発明でも何でもないですよ。でもマキャベリはそれに対して、それをやっちゃったら大変になるよと、有能なやつが国を治めるって言ったら結局は有能なやつ合戦になって、一番大事な国を安定的に治めるというよりは誰が治めるのかという権力合戦になってしまう。もう今の本当にその日本の政治を見てるのと同じですよね。いわゆる政党政治っていうのとか、あとその党派政治っていうのの欠点は何かっていうと、十分に時間があって話し合って、みんなが立場が自由で身分がないからこそ無限に言い合いと足の引っ張り合いが続いてしまう。これはもう本当にローマ時代から続いてきた政治というものがどうしても抱えてしまう問題点なんです。で、マキャベリはこんなふうに言いました。マキャベリはまず国家の政治体制から共和国と、君主国に大別した上、つまり、人間が自由に、なんだろう、トップになれる国ですね。民主主義の国と、君主国、王様の息子がどんどん後を継いでいくのに分けた上で、君主国に議論を限定することにしたと。で、そもそも君主国の統治を行う場合により、より容易なのは、簡単なのは、世襲の君主国であると。なぜなら世襲の君主ならば、すでに決められた政策を維持して不測の事態に対処するだけで統治はこと足りると。この場合には君主は、平均的な能力さえ持てば国民にも好感を持たれ、たとえ侵略があったとしても奪還が可能である。というふうに言ってます。どういう意味かというとですね、帝王教育で大事なのは何かというと、
王様の息子として生まれる息子は必ずしも偉大である必要がないということなんですね。これを僕たちは未だに忘れてしまう。だから20世紀、21世紀の人間が昔の人間に比べて進歩してないのは、政治家が無能なのが悪いというふうに考えちゃうんですね。マキャベリが言ってるのはそうじゃないと。トップに立つ人間がとことん平凡で無能であっても、その国が運用できる仕組みの方が大事であると。それには政治家をいちいち変えたりしない、君主をいちいち変えたりしない世襲制が一番安全であるし、安定していると。もしそこに問題があるならば、周りのサブシステムである官僚であるとか、もしくはその、なんだろうな、部下の方で対処すればいいという考え方なんですね。でありながら、部下にあまりにも任せたり、家来にあまりにも権力を握らせたりすると、王様を倒そうとしたり、もしくは倒さなくても、より立ちが悪いのはマキャベリは言うんですけれども、王様をまるでそーっと取っとくふりをして、偉いと扱っているふりをして、陰で権力を狙おうとするようなやつが必ず出てくる。そういうふうにしないためには、というふうなことを言っている。この彼が考えたですね、帝王教育の君主論というのは、とことん愚鈍で、ごく平凡な、バカで、わがままで甘やかされて育った、息子でも人の上に立てて、で、人民を統治し、で、自分よりもはるかに有能で野心にギラつく家来たちをいかにコントロールするのかっていう教育がありました。これは別にマキャベリだけのものではなくて、中国にもあったし、古代の日本にもあったんですね。こういう帝王教育っていうのが、その昔ありました。ただもうこれはもうほとんどないです。今は多分、その一部上場であろうとですね、マザーズとかに上場する企業の創業社長たちでも自分のバカな息子に自分の家督を継がせて、で何とかやりたいと思っている人ほとんどいないんですね。なんでかというと、僕ら国民教育をしてて市民教育になってしまったから。市民教育の特徴は一言で言うと、競争なんですよ。個性と競争なんですね。その人間の個性をいかに伸ばして競争させるのかにかかっているから、だから適材適所とかですね、あとは強いものがちゃんと上について弱いものを導くという考えが、僕たちは大好きなのは、この国民教育から今市民教育を受けて、頭がどうしてもそちらの方に振り子が揺れてるところで教育を受けたから、そっちの方で考えちゃうんですけども、マキャベリが考えるのは、いや、それをすると政治が安定しませんよという考え方でした。でももうこれすらも織田信長は守ってないわけですからね。織田信長もその自分の優秀な息子に後を継がせよう。で、優秀でない息子は、たとえ自分の一番、血が濃い息子であったとしても、サブの方へ避けようというふうにしてたぐらいですから、もうこういうマキャベリが考えた君主論っていうのは、日本では戦国時代にはそろそろ通用しなくなってきてました。で、さて、ですね、国民教育から市民教育ですね、この新しい教育を最終的に今日は、どういうふうなものだろうかっていうのを話すんですけども、これがどうなんだろうかって結論ではなくて、どういうステップで僕たちは教育というのを捉えてきて進歩してきたかっていう進歩過程を見ていった方がより腑に落ちると思いますね。その方向で話しますね。で、最初僕たちはの社会は200年ぐらいまでは民でした。つまりこの時に必要な教育というのはあまりなくて、教育というよりはしつけがあっただけなんですね。だって教育があってですね、本が読めたとしても算数ができたとしてもですね、使いようがないんですよ。身分制度の社会ですから、農民は農民のまま生きていくしかないわけです。だから本なんか読めてもしょうがないし無駄なんですね。これが国民になると教育が必要になりました。典型的なのはこれ戦前の日本の教育なんですけども、個人の抜け駆けよりも調和と国民の統一に価値観を置きます。それまで日本という言葉がほとんどなかったような場所にですね、俺たちは日本人なんだって新しいユナイト、結束の仕方というのを提示したんですね。それまで藩で固まることはあった、島で固まることがあったんだけども、巨大な日本列島という概念と天皇っていうのがいて、その下で私たちは同じ民族なんだっていう、かなりそれまでですね、江戸時代の人にしてみれば考
えたこともないようなことを急に言われて、なんかこう山の向こうの言葉も全然違うし、なんだろうな、食べるものも全然違うやつらも全部日本人っていうくくりなんだ。そのくくりの中で俺たちはイギリスとかアメリカとかそういうふうなところと競っていくんだという、ちょっとびっくりするようなことを言われてですね、調和と国民の統一というのを価値を、でその結果国民教育の本質っていうのはですね、貧富の差を作らないですね、できるだけ貧富の差を作らない代わりに全体主義的になるし、確一のものを与えると、つまり全員に同じことを教えてですね、で、全員に同じものを見せて全員が同じように反応するように仕向けると、日の丸を見たらありがたいと思う、天皇陛下の写真を見たら感動するように教えるという、できるだけ統一的、全体主義的な教育というのをしたと。それが必要だったからです。なぜかというと、民の状態はあまりにバラバラで、村意識が強くて、隣の村の人間は人間じゃなくて、まるで追い殺してもよくて、得た否認っていう社会階層があって、ものすごくバラバラだったんですね。そういうふうなバラバラなものを、いわゆるフランス革命みたいな形で、人間というのは全部平等なんだという概念を日本人に一気に押し付けることはできない。ちょっと複雑すぎる。そうでなくて、全員に同じような考え方を画一的に押し付ける。ですね。で、同じ教科書を読んで、日本中の子供が、あいうえ赤いの、あいうえおとかなんかですね、咲いた咲いた、桜が咲いたという、同じ教科書を読むことによって、同一の価値観を与えた。これが国民教育です。なので、服従心と団結心っていうのを子供に与えるのが目的だったんですね。この目的は、よいしょ。あんまりね、僕らは今これをいい意味で、服従心と団結心を子供に与えるのが目的。これが国民教育の目的です。ないでしょ、民には。服従心もあまりないんですよ。すぐに年貢はごまかすし、侍たちの部がすぐちょっと悪くなると、刀狩りじゃないな、落ち武者狩りとかをするしですね。団結心ももう本当にないわけですね。そういうふうな人たちに均一の価値観を与えて、服従心と団結心を与えて、7時になったら起きて、8時になったらラジオ体操して、9時になったら学校行かせるという、統一の同じことをやらせたと。で、僕らはこれを今、戦後違うというふうに拒否されているので、否定しているので、なんとなくこれが古臭くて悪いように思うんですけども、この段階を経ないと、なかなか次のステップにはいけないんですね。で、これですね、偉い人が考えた通りに動けば幸せっていう考え方が、ベースにあるんですよ。服従心の団結心。その偉い人っていうのが問題で、さっき話した通りですね、その昔は王様がいて、で、帝王教育、帝王学っていうのがあればよかったんですね。ところが、明治維新の結果、日本中にいっぱいいた殿様というのはいなくなっちゃったと。もちろん天皇というのはいるんですけど、天皇というのはあんまり政治に関わってくれない。そうじゃなくて、じゃあ誰が偉い人になるのかっていうと、みんなの中から出てきた、お金いっぱい稼いだ人とか、勉強がすごくできて、旧帝国大学に行った人が人々を支配するようになるんですね。実は身分制度から自由制度になった時に、ものすごく社会のダイナミックな変化があった。それは何かというと、支配者が自分たちの中から生まれてくるんですね。つまり、エリートという階層を僕たちが初めて持つことになった。このエリートっていうのは、フランスのエコールポリティクスっていうのが代表なんですけど、日本で言えば旧帝国大学ですね。そういうようなもので、国民の中から優れたものを選んで支配層にするっていう考え方です。つまり、支配者っていうのが世襲の平凡な男の子からですね、優れた人へっていうふうに大変化が起こりました。その結果、政治家とか官僚、財界人ですね、産業人、軍人、知識層というですね、6つのエリート層がこの社会の中で生まれました。つまり国民教育がある社会というのが服従心と団結心で、できるだけ国民を平等にしてですね、
で、全員を貧乏でなくす富国強兵策を行うのと同時に、その中で特に優秀なやつをエリート層として育て上げて、で、国民自体の支配に当たらせるというですね、二重構造が必要だったんです。で、これでまあしばらくどの国もうまくいってます。ところが、だんだんうまくいかなくなる。なんでかっていうと、あらゆる国民を豊かにして平均的なレベルを上げていくと、徐々にそれはすっごい貧乏から上げていくとですね、みんな喜ぶんですけども、ところがある程度上がったら、今の中国の経済状況を見たら分かる通り、貧富の差がどんどん出てくるんですね。この貧富の差によって豊かさのばらつきが出てくるんですね。みんながものすごく食えない状態からみんながある程度食えるようになる。そうするとすごくお金持ってるやつと、昔に比べたら確かに食えるようになったんだけど、まだまだ物を持ってない人というふうに貧富の差がどんどんはっきりしてくる。で、社会が豊かになればなるほど、その差の方が自分たちにとっては気になってくるんですね。その結果、市民教育というのが生まれました。これはそれぞれの国によってですね、成立した時点がいろいろあります。で、日本で言えば、大正時代ぐらいがこれを成立したというふうに言う人もいるし、僕の考えでは、日本は戦後、これがようやっと成立したと。で、フランスなどはフランス革命のあたりでこれが成立したというふうに考えることもできます。ただ、一つ言えるのは、いわゆる教育を全く受けてない民の状態から、国民教育というような均一の教育を受けて、大体その豊かさを味わった人たちは、徐々に市民教育を必要としている。だ、多分今中国がこの段階に近づいてきてるんですね。で、市民教育というのはですね、戦後の教育だって現在の主流です。別名民主教育と言います。全体主義とか確立を否定してるんですね。これを否定するのが特徴です。大体ある時代の教育というのは前の時代の教育を否定するところから始まります。例えばこの国民教育っていうのは、いわゆる教育を受けていない、文字が読めないような、まるで動物のような人間っていうのを否定するんですね。だから、そういうふうなのに比べれば、なんか木の幹のままでろくな教養も受けてない、文字も読めないような連中っていうのを否定して、自分たちが統一、同じような教育を受けている、ちゃんと国民教育を受けていることに誇りを持つ。ところがその段階を過ぎれば、なんで画一的な、全体主義的な、みんなに同じものを押し付けるんだろうというふうに国民教育を否定するんですね。では市民教育の本質とは何かっていうと、個性と競争です。個性と競争というのが市民教育の本質なんですね。これをいいものだというふうに規定している。だから多分僕らも、もう皆さんそうだと思うんですけど、無意識のうちにこれが教育のゴールだというふうに考えている。まあ競争というのは違うかも分かりませんけども、これを自由競争というかですね、好きなように競わせると、身分の差とか関係なく全員に同じものをさせるのではなくて、ちゃんと優れたものにはより優れた教育を与える、そして何が優れているのかっていうのを、いろんな個性というのを認めるっていう概念ですね。ここまでの範囲で広げると、ほとんどの人の教育というのはこうあるべきだ、一番最初に言ったべき論にもほぼ合致するはずです。僕らは今こういうふうに考えてきている。で、これが今の社会に徐々に実は合わなくなってきているというのが今日のお話の本筋です。で、個性と競争力を子どもに与えるのが市民教育なんですけども、これはですね、偉い人はもういないっていう考え方なんですね。それまでこの民の時代に偉い人っていうのは王様なんですよ。で、国民教育の時代に偉い人っていうのはエリートなんですね。で、この市民教育ではですね、偉い人というのがもういなくなってしまった。つまり、自分たちが尊敬したり目標にできる人間っていうのが、あまりに個性を重視している結果、多様性を持ってバラバラになってしまって、自分の親すらもその対象であると言えないというですね、何が偉いっていうのが分かんなくなった状態ですね。偉い人はもういないと。なので、幸せになる方法は、
この国民教育の時代がさっき言った通り幸せになるっていうのは、偉い人の言う通りにしてれば幸せなんですけども、国民教育ではですね、もう誰も自分の幸せの方向を決めてくれないんですね。この市民教育では、国民教育では一生懸命働いてお金さえ稼げば何とかなったのが、この市民教育の時代では一生懸命働いてお金を稼いで、お金を自分の好きなように使って幸せにならなきゃいけない。つまり個性というふうなものをいろんな人が発揮しないと、その個性の発揮の仕方にも競争原理が働いてしまうんですね。これが市民教育の特徴であり限界です。幸せになる方法を自分で見つけて競争に勝てという社会です。個性というのは他者との差別化であり独自化であるあります。で、競争というのは個性を生かした戦略で戦うことなんですね。で、豊かな社会が実現して誰もが国民教育では納得できなくなったので市民教育が生まれました。で、結局これはですね、誰もが政治家になれるし、誰もが社長になれる社会の特徴なんですね。ここの社会では違うんです。社長になる人間とか、政治家になる人間っていうのはエリートですから、特に偉い人しかなれない。特に勉強ができたり、家が金持ちだったり、自分の才覚ではすごいお金を稼いだ人しかエリートになれないんですけども、この市民教育では個性が豊かであり、そしてその競争に勝ちさえすれば、いくらでも社会的階層は上に行けるんです。なので、乱戦状態になってしまうんですね。で、ただこの市民教育が成立してた時代、まあ、多分20世紀の後半ギリギリお尻、数年ぐらい、10年ぐらい前までは、それでもですね、まだこのエリートという考え方がちょっと生きてたのですね、個性とか競争力を使って、個人にですね、上昇志向があったんですね。そうするとこの市民教育っていうのはまだ成立するんですけども、次の時代になってくるとですね、個人の競争心っていうのが失われてしまっているという段階に入ります。つまり、民、しつけが必要な人たちから国民教育、で市民教育の次の時代です。ですね、このね、新しい教育ですね、今日の本題なんですけども、これを考えるのが、まあ、今日の目的なんですけども、大前提として僕らの社会には教育というのがもう本来、まあ、本来というかもともとあまりなかった。親は子供を好きなようにする権利があるし、それを売り買いすることもできた。子供っていうのは家庭内資源であった。それをそういう無駄が許されなくなった。よその国と対抗して勝つには、それぞれの子どもたちが持てる能力すべてを人材として活用化して、働いたり兵隊になったりして、国民が総力戦でよその国と軍事的にも経済的にも競争しなければいけなくなった。その結果、僕らの社会は民から国民になったと。これが、黒船が来て以降、日本が諸外国列強に飲まれないために取った戦略ですね。他のアジアの国々が次々と併合されて、奴隷待遇、植民地政策されているのに対して、日本人も一刻も早く列強に追いついて、国民の生産力を上げよう、兵隊を強くしようというふうに考えました。その結果、国民教育というのが生まれて、一時的に国民に対して服従心と団結心を強く持てという教育、まあ一時的といっても、まあ本当に数十年続いたんですけど、を与えたと。その結果、日本の産業力がすごく上がった。その結果、豊かになり、豊かになるということは多様性を認めることだから、豊かさがバラバラになって、それぞれの人がですね、個性と競争というのを求めるようになったと。生まれつきでなくて、勉強だけでなくて、いろんな方向で競争させてくれと。で、その考え方は自分の個性を認めてくれというふうなことで市民教育ができるようになった。で、市民教育というのがあった瞬間に、民の時代は王様の言うことをひたすら聞いてればよかった。国民の時代は偉い政治家の言うことを聞いてればよくて、政治家に文句があれば選挙でひっくり返せばよかった。ところが市民の時代になったら、偉い人というのはどこにもいなくて、誰も偉い人の役割を受けてくれない。その結果、政治家もすぐに本音で話したり、一生懸命市民に語りかけたりするようになる。僕たち市民も民の時代のようにお上に対して嘆いたり、もしくは服従したり、腹の底で舌を出したりするのでもなく、国民のように、
一方的な単純な善悪を押し付けて、選挙の結果で政治家をひっくり返そうとするんではなくて、個々の政治家に対して自分の意見を言ったり考え方を言ったりするようになってしまった。どん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 統治体制がマキャベリが言う単純で効率的なものから複雑で効率が悪いものにザーッと降りてきてるんですね。で、さて今市民教育の最末期です。一番混乱しているところです。個性と競争というのを、100% 目指した結果、僕らの社会というのはマキャベリ的に言えば政治的に混乱していると。単純な君主が一人決めて、そいつがやったこと言ったことはもうそれでいいじゃないかというのではなく、その次の段階のより有能なやつが政治家になって、この世の中で起こっている諸問題に関して責任を取るべきであると。で、彼らがミスをしたら彼らは市民に対して説明する義務があると。で、市民はその政治家が言っている説明を納得した上で投票したり政治運動をしなければいけないというですね、とんでもなく複雑なところまで降りてきてしまったですね。はい。では今の僕らはどの辺にいるのかです。僕は新しい教育の姿を仮にフラタニティ教育というふうに名付けました。フラタニティというのはですね、フランス革命の原則の、自由平等で博愛というふうに翻訳されるんですけども、本来はフラタニティです。自由と平等とフラタニティ。フラタニティっていうのはですね、同胞愛とかですね、同族愛というふうによく翻訳されるんですけれども、同じ立場の人間が、直接のですね、民族、家族的なものではなく、同じ考え方をしている人間同士が連帯しようという考え方ですね。で、これはよくアメリカの寄宿舎とかですね、そういうようなものがフラタニティというものであるので、日本ではですね、なかなか正しい翻訳がないんですけども、まあ、無理やり翻訳するとしたら、よく自由、平等、友愛っていうふうに言いますね。はい。これがですね、そのおそらく国民教育から市民教育の次の段階になるであろうというふうに僕は予想します。こういうものが社会の規範というかですね、いわゆる統一を求めて同じことを国民にさせるっていう押し付け教育から、個性と教育、競争を認める社会から友愛になるっていうと、まるで綺麗事のように聞こえるんですけども、実際はこれ、すべてが割と厳しい部分もあります。で、ですね、なんでこういうふうに思うのかっていうと、まずその実際にですね、教育の現場というよりは20歳から25歳ぐらいの人の間で何が起こっているのかっていうことから見ていきたいと思います。で、今ですね、大学の先生の間でも有名なのであったり、あと企業のですね、面接官の人たちと話したら出てくるのが、一つ目の特徴としてですね、成績順に採用を決めたら偉いことになるって言ってるんですね。いろんな企業がいわゆる本当は試験で採用して学生を取って、もう成績順で取るのが一番嘘偽りなく平等な方法だと。でもそれやっちゃうとどういうふうになっちゃうのかっていうと、採用するほとんどが女の子になってしまう。実は今大学生のですね、学力バランスっていうのは大きく狂っていて、優秀な学生っていうのはほとんどが女の子なんですね。男の子があまり優秀でない。なので、もし会社が無条件に性別とかを何も差別せず、年齢も差別せずにざーっと試験してその結果だけで取っちゃうと、採用するのは大部分女の子になってしまう。これが一つ目の現象です。で、もう一つですね、だったら女の子ばっかり取りゃいいんですよ。でもそうはいかない。なぜかというとですね、優秀な女の子ほど、上昇志向がなくなってきているんですね。さっきも話しました通り、この国民教育から市民教育の時代というのはエリートが存在していて、そしてみんなが上昇志向を持っているからこそ成立した社会なんですね。ところが上昇志向を持って金持ちになろうとかですね、出世しようという人がどん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 今減っていると。特に成績が優秀な人ほどですね、
これまで男社会だったところに入って、女の人でも総合職でバリバリやって社長になることを目指すんだというふうにはならないんですね。これこの間もその婦人運動をやってる人と話したんですけども、その人が、昔のウーマンリブと今のウーマンリブは何が違うのかと、昔のウーマンリブは男と戦って立場を勝ち取ろうとしてたけども、今ウーマンリブとしてかつてだったら、あ、この人絶対優秀だからバン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 議論とか出てた人が誰も議論したがらない、そうじゃなくて周りと仲良くしたがるというんですね。完全にその競争社会から共生社会ですね。いわゆる個人が物を持つよりもいかにシェアするのかっていう社会に切り替わりつつあるので、先に人間の形が変わっちゃったんですね。今新しい人たちっていうのは政治意識に目覚めて運動して、でその社会の中で金を稼いで、でのし上がろうとする人なんていうのは若い人でほとんどいないんですよ。そうじゃなくて、優秀であればあるほどその優秀な能力を上昇志向に使うのではなくて、水平方向、他の人とのつながりに使っちゃうんですね。でそれは今の人たちっていうのがハングリーでないとかですね、豊かになりすぎたからだっていうのは、ただ単に前の世代から見て今の新しい世代が理解できないからだけなんですね。この国民教育の時代の人たちから見たら、市民教育というのはなんて自分勝手なやつだろうとしか見えないんですね。でも僕たちは市民教育を受けたから、国民教育の人たちをなんて頑固で、国家の言うことをバカみたいに信じている個性のないやつなんだろう、個性がないっていうふうに見えて、彼らはわがままというふうに見えるんですよ。では市民教育を受けた私たちは、新しいそのつながり世代の人たちがどういうふうに見えているのかっていうと、やる気がないように見えたり、覇気がないように見えたり、本当は何がやりたいのかずっとわからなくて、ずっと探してんじゃないの、そんなに友達同士が大事なのか、そんなに LINE でお互いにつながってることが大事なのか、それはまだ自分がやりたいことがわかんないだけだろうというふうに、旧世代は新世代を理解できないんですね。そのつながり世代からその市民教育の人たちを見たら、なんであんなに言い合うんだろうと、なんであんなに奪い合うんだろうと、なんであんなにみんなで一つのものを持ってればいいのに、一つ一つを独占したがるんだと。なんでみんながバラバラの家に住んで、お互いが冷蔵庫を一つずつ持たなきゃいけないんだろう。そうじゃなくて、一つずつ必要なのはスマホ程度のもんであって、他のものは大体シェアした方が楽じゃんかっていうふうに考えるんですね。だから彼らからしてみれば、僕らは強欲なおかげで貧しくなっちゃってる。結果的に人間関係を含めて貧しくなっちゃってる、かわいそうな市民教育世代。で次の人たちっていうのは、僕らからすれば覇気がなくて、やる気がなくて、ですぐに会社をブラック企業だって言って辞めちゃうという、心が弱い世代というふうに見えてしまう。はい、優秀な女性がですね、総合職よりも一般職を選んじゃうそうですね。今この間聞いたんですけども、いわゆる総合職っていうのは、課長とか部長とか取締役に上がっていく会社の中の中心エリート層なんですけども、そうじゃなくて一般職といわれるお茶組とかですね、コピーとかっていう、そういうサブ的な職業を優秀な女の子も選んじゃう。それは社会が不安定だから専業主婦になりたいからというのは、それももちろんあると思うんですけど、何よりそういう競争の中で自分をすり減らすことっていうのをとことん嫌がってると、そういうふうなことに自分の神経とかを使いたくないんですね。優れた人は無理な上昇志向を持たないっていうのが、この次の世代の特徴です。で、資源の限界感、これね、今のですね、短い流行ではないです。現代の地球全体がですね、資源の限界感、つまり無限に石油があるわけではないとか、原子力も万能の回答になってくれないという資源の限界感というのを感じていると。で次に経済が停滞している。経済が停滞している理由は明らかで、世界中でもう徹底的に貧しいところがなくなってしまい、東西の格差っていうのが、東西じゃない、南北の両半球の格差っていうのが以前に比べたらかなり解消されてくると。つまりもう簡単でうまい儲け口というのはなくなってしまった。今ある儲け口っていうのは、これまでいろんな人が商売していたものを一回全部潰してチャラにして、 IT の力で単純化して便利にすることによって、新しいビジネス、新しい富というのは生まれるんですね。これは僕今の自分の本で言ってきたことなんですけども、これまでのようにその産業革命が起こった農民
10万人いたのがみんな工場で働いて豊かになったという構造では全然ないんです。そうではなくて、工場で働いている、法律事務所で働いている、テレビ局で働いているという100万人がバーッとすごい勢いで失業して、その代わりに IT の力で5万人程度が職を得ることができると。それまでに比べて就職、仕事の数がものすごく減ってる。でも便利になってコストが安くなってしまってるというデフレの世界に僕たちは進んでます。そういうですね、経済の停滞という、これ地球規模のものはもう止めようがないです。もう世界中がほぼ豊かになりつつあり、中国もこの市民の段階に入ってしまったので、あと5年や10年は持つかもしれないんですけども、地球規模で経済格差がなくなっていく、イコール経済成長がなくなっていくんですね。あと国民数が減少する。今の地球の人口の70億人っていうのはですね、だいたいこの40年ぐらいで倍増に近い勢いでやったんですけど、ここから先100年ぐらいかけてもう倍にはいけないんです。今の70億人が140億人には絶対にいけない。つまりこの地球には人口として抱えられる限界があって、で先進国から順番に人口が減っていくと。日本の次は中国です。中国は30年前からの一人っ子政策のおかげで、日本ではですね、よく老人が多くなって社会バランス、人口バランスが崩れてると言われてるんですけども、中国の方がよっぽどすごい状況です。中国の人口のバランスの崩れっていうのはものすごく極端になってくるので、5年から10年後ぐらいから中国の方では人口減が大問題になってくると。だからといってもう一回子供をいっぱい産みましょうというふうには言えない。あの国はやっぱあの国でですね、人口20億人には増やせない、もう限界が来てるんですね。何より水資源が少なすぎるので、もともと中国は工業大国になれない、農業大国としては劣勢に立つんですけど、工業大国に向いてない国なんですけど、それを今無理やり工業国にして人口を今の水準にまで持ってきたんですけど、もうその無理も限界が来ているのでですね、これからの世界は今言った資源の限界感と経済の停滞ですね、あとはその国民層の減少っていうですね、縮小するか現状維持する世界です。で、これは消費をするというよりは、継続させる、維持するというサスティナブルという言葉で代表される考え方になると思います。いかに奪い合って誰かが豊かになるのかではなくて、いかに分け与え合ってみんなが豊かになるのかっていうのを目指すしかない世界ですね。勝利とか競争よりも分配とか競争を選ぶ。で、ちょっとね、変な話になるんですけども、この、所有と独占っていう時代から分配と共生になったというものの面白い見え方が僕はアイドルだというふうに思ってます。アイドルっていうのは何かっていうと、美人の社会資本家です。美人であったりですね、可愛い人であったり、イケメンっていうのはですね、これまで独占とか所有の対象だったんですね。だからすごい美人がいたら王様はそれを隠して高級に入れたりした、または企業ではそれを受付嬢にしたりして、自分たちがより富めるもの、豊かなものが美人を独占しようとしたんですね。ところが今はですね、それが社会資本になってしまった。つまり子供が家庭内資本だったのが社会資本化されて、子供を家に置いといて教育しちゃダメです、学校に行かせなさいというふうに国が決めたように、美人っていうのをですね、誰か、偉い人もしくはモテる男性が一人で独占するんではなくて、より社会資本化するようになってしまう。これも私たちの社会が分配と共生の世界に入りつつあるからです。では美人が、分配される、社会資本化される状態とは何かっていうと、アイドルなんですね。アイドルっていうのはですね、アイドルで亡くなるまでですね、恋愛が禁止されてるんですよ。なんで僕たちはアイドルの恋愛スキャンダルっていうので、いや別にアイドルも人間なんだから恋愛してもいいじゃないかっていうふうに言うんですけども、アイドルにしても声優さんにしてもジャニーズのタレントさんにしても福山雅治にしても、その彼氏がいる、彼女がいる、恋人がいることをやっぱりみんな必死で隠すんですね。
それは僕らにしてみれば、いやいや、それは当たり前だろう。それが売れないからだというふうに考えるんですけど、なんでそれが売れないのか、なんでそれが僕たちの社会ではタブーとされているのか、なんでそれがそんな極端に数字に現れるぐらい売れなくなるのかっていうと、社会資本だからなんですよ。社会資本であるから私たちは美しい人、かっこいい人、イケメンたちを優遇してあげてるわけですね。その代わり人権の一部を剥奪して、お前たちは人間じゃないんだから恋愛するなとかです。そういうふうに言ってるわけですね。その代わり美しいであるとかかっこいいであることに関して、他の人間では思いもつかないような高い位置、ポジション、喜びを与えてあげるというふうに言ってます。もちろんそれは向こうが与えてくれと言ったようなもんでもないし、望んでることではないんですけども、この、美人の社会資本化、アイドル化っていうのはどんどん進んでいって、今多分綺麗に生まれちゃったり、イケメンに生まれちゃったりしたら、普通に仕事してたら周りからなんでなんでなんでっていうのをずっと聞かれるんですね。そんなことしなくても別にもっといい稼ぎ方があるとか、なんでだったらもっと芸能界にデビューすればいいのっていうふうに親も考えちゃうんですね。これ昔のですね、この国民教育から市民教育の時代だったら、子供が芸能界に行くというふうに言ったら、あんな、なんだろうな、怖い世界やめときなさいと親が必ず言ったんですけど、今は自分の子供が人より足が長かったり、スタイルが良かったり、美しかったりしたら、親の方が積極的になって芸能界に応援したりするんですね。これは何かっていうと、僕たちはなんとなくこれを芸能界に憧れる軽薄な親がいるという個別の現象で考えちゃうんですけども、全体の現象で観察したら、美しい人に関して社会資本化が行われているっていうふうに考えた方が腑に落ちます。で、その結果、支配層ですね。僕たちの支配層っていうのは、世襲による王様からエリート、そして、お互いが戦い合って競争に勝ち残った者たち、つまり選挙であったり、企業の競争であったりした勝ち残った者たちから美しい者たちになっていく。です。これを、こんな風に、こういう文脈で言ってる人は誰一人いませんから、今のところ日本でも世界でも誰一人言ってる人いませんから、多分皆さんもこういうふうに流れで考えたことないと思いますけど、僕流れで考えたらこういうふうになってるのが、まあそらそうだろうなというふうに見えるんですよ。僕らはもうすでに政治家っていうのが分かって顔がいいやつを選ぶようになってるし、で、なんだろう、何かを発見したり発明したりする人は他の人より美しくないと落ち着かなくなっちゃってるんですね。支配者層が世襲からエリート層から、競争で勝ち残ったものから美というのに変わってきている。それは決して、なんだろう、社会の在り方として正しいかどうかは僕は分かんないんですね。今日ここで正しい間違ってるという話をするつもりはないです。それはそんなことを言い出したら最も効率がいいのはマキャベリが言う通り君主論なんですよ。いわゆる君主が人々を統治して、統治しきれない人間は殺してしまえというふうにマキャベリ言ってるんですね。民衆というのは従わせるか殺すか二つに一つだと。できるだけの努力をして従わせて、どうしても従わせない奴らは他の人間に影響が出ないうちにさっさと殺しちゃえというふうにマキャベリは言ってます。そういう王様の世界から、ずっと世襲で王様を作るのをやめて民主主義の国家にしよう。で、その中で偉い人の言うことを聞いてみんなが戦争するしないを決めたり、選挙をしたりしたりしようという国民教育の時代から、そうじゃなくて個性と競争を認めて、で、その中で勝ち残った者が、コントロール権を得ようという社会を経て、今は僕たちは美しいものをめでて、その美しいものにあらゆる権限やあらゆる社会的な見本みたいなものを与え、だからファッションにしても何にしてもファッションリーダーというのは存在するんです。そういうようなものを僕たちが追いかけることによって、新しい、これまでは考えられないような社会システムというのを作ろうとしている。おそらく100年前、200年前の人からすれば、なぜ美しい人たちにそんなに価値を与えるのか、今の僕らの社会はものすごく変に見えていると思うんですけども、これがその見た目至上主義社会というのをですね、僕の本の中で言ってる実情がここにこう落ち込んでいくわけですね。落とし込まれていくわけです。イケメンと可愛い人たちが支配層になります。新たな世界では。で、国民から市民になって、次はおそらくこの
まあ、仮称するのならば UI 民って言うべきなんでしょうか。フラタニティピープルっていうのが、次のですね、新しい標準的な市民の形になります。画一的な教育から個性と競争の社会へ移ってきて、次は個性と競争の時代からつながりと共生の社会に変わってきます。で、かつての庶民層ですね。そういう社会の中でも溶け込んでいけなかった人たち、国民教育を受けて、服従心と団結心を持っていたんだけども、市民社会になってそこについていけなかった人っていうのがいますよね。それは頑固親父だったり時代錯誤の人たちだったんですけども、今の僕たちが今、つながり社会で市民教育を受けて、徐々に徐々に社会変化に僕たちがついていけなくなっている。ついていけなくなった僕たちは、マイルドヤンキーというですね、層になっていますね。庶民層として。で、リア充層と言われる人たちがおそらくこのフラタニティな人たち、UI民になると。単純に言えばですね、その、Facebook で繋がっている人たちがみんな他の人から見たら羨むような人たちっていうのがこの層になっていくんですね。全員がそうというわけじゃないんですよ。まあ、繋がっている人たちの過半数がとか3分の1ぐらいが多分必要十分だと思うんですけど、そういう人たちがリア充というふうに言われる。リア充の定義というのは何かっていうと、その人のではないんですよ。その人の個人の能力では全くなくて、その人がつながりを持っている層全体が、この、いかにこの UI 民に近いのかがリア充層なんですね。で、そうじゃなくて、自分自身の力で生きようとしたり、個性で何とかしようとして、人とのつながりよりも自分の力で何とかしようとしている人たちが、今の、これからの社会の低層階級になりつつある。これを僕は、マイルドヤンキーというふうに呼ぶときもあります。はい。では、新しい層に対するフラタニティ教育というのはどんなのがあるのだろうかですね。もうこれは仮説にしか過ぎないんですけども、シェアハウスに住んでいて、つながる人たちへの新しい教育制度が必要になると思います。これまでのような、その全員に同じことを教えて、一斉にクラスで同じ本を読むような国民教育というのはもう成立しない。だからといって、闇雲に全ての人に対して個性を伸ばしなさい。そしてその個性を伸ばしたところで周りの人と競争しなさいというような、で、競争して豊かになりなさい、成功しなさい、上昇志向を持ちなさいという市民教育もできない。新たな教育というのはですね、多分脱恋愛、脱家族だと思います。それまでの僕たちが市民教育が持っていた、それまで大事だ、これを失うわけにはいかないと思っていた家族の形から抜け出す。で、恋愛の形、人間関係から抜け出せるかどうか。つながりの社会では恋愛というのはですね、いいことの一つなんですけども、他の人間とのつながりを奪ってしまう悪い面もあるんですね。それが冷静に観察できるかと。彼氏や彼女と付き合うことによって、今の友達と疎遠になるぐらいであれば、大体今の若い人は彼氏や彼女を作らない方を選びます。それは何でかというと装飾化ではないんですね。フラタニティ化してるからです。それを僕たちが理解できないから彼らを装飾化というふうに呼んでるだけなんですね。脱恋愛、脱家族、脱組織です。であり、近くにいる人を大事にするという思考であり、おそらく人間関係が全てであるというふうに考えるでしょう。フラタニティの人たちは。で、それはネットを利用した目立ち力とかですね。だからどれぐらい自分に注目を集めるのか、自分に共感してもらえるのかというような力を彼らに与えるのが新しい教育の形だと思います。市民教育が個性を伸ばして個人が豊かになることを思考させたように、フラタニティ教育というのはいかに周りとつながり、そのつながる中で自分を目立たせて周りに評価させる評価経済の中に落とし込めるのかというのが新しい教育の形でしょう。それは、そのブログやツイッターとか YouTube などのネットの表現力を教える。それが新しい世界の読み書きになると思います。で、同時にクラウドファンディングを経済学として教える。いかに多数の人たちからお金ではないいろんな形で援助を受けて、それをもう一回社会に還元できるのか。そういうふうな経済学を子供たちに教えられるようなものが、フラタニティ教育だと思います。今日はですね、その、民、という状態が昔僕たちにあって、それが、他の国と競争するために人材にならなければいけない。そのために国民教育というのがあったと。次に、国民教育がある国は徐々にみんなが豊かになっていく。
豊かになってくると偉い人が必要になくなってきて、誰もが偉い人に対して一言言わなければ気が済まないような言い合い社会になってくる。その結果市民教育が発生して社会がどん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 不安定化していく。その社会の落ち着き先っていうのは、いかに競争ではなくて分配と共生に特化した形になるのか。その中で新しい、どういうふうに呼ばれるのか分かりません。国民と市民の次は本当は何と呼ばれるのか次の社会が決めるんでしょうけども、僕は仮にこれを UIMI フラタニティと呼んでるんですけども、こういうフラタニティの人たちが出てきて、彼らが、何でしょう、より豊かに、豊かというのは多分個人ではなくて彼らの人間関係が豊かになり、彼らの共生する社会が豊かになって生きやすくなるような教育が必要になるというふうに思います。だいたいここまでで80分ですね。というのでですね、岡田斗司夫が考える教育論ですね。教育というのはその時代時代の社会が必要としているものを子どもに与えるもの、そして一番最初に言ったように子どもに無理やり鋳型をはめるものです。これはもうしょうがないです。なんでかというと、子どもたちっていうのを僕たちは家庭の持ち物から社会資産にしたんですね。で、家庭の持ち物から社会資産にしたおかげで子どもたちっていうのはですね、人権を得ることができました。それまでは親の思惑一つで遠くに売られたりですね、ひどい時は生まれた瞬間に口減らしのために殺されたりした子どもたちが生きることができるようになった。その代わりに子どもたちには社会に対して役に立つですね、社会全体に貢献するという新たな義務ですね、新たな税金が僕たちにかかるようになった。その税金の形が教育です。で、その教育というのが国民教育、市民教育、そしてその次の段階というのがある。その次の段階というのは何だろうか。それは地球規模で起こってきている資源の限界で経済の停滞ですね、あとは人口の緩やかな減少、今のところは多分上げ止まりという形で見えるんですけど、緩やかな減少というですね、この3つの要素の避けられないもので、分配と共生の社会になっていくであろう。じゃあその時代に合わせた国民教育、市民教育の次の形を考えるべきではないかと思います。決してですね、市民教育というのは国民教育を改良して生まれたものではないんですね。国民教育っていうのは徹底的に国民を同一化させて同じ人間を作る、大量生産するのが目的でした。それは人材が必要だったからです。これの改良型として市民教育は生まれていません。なので現在の教育をどんなに改良してもそれは次の教育、フラタニティ教育にはなり得ないんです。次の社会が見えてないとこの教育制度というのはなかなか見えないと思います。これからもですね、もう少しこの社会がどういうふうになっていくのかというのを考えながら、次の世代の教育がどうあるべきなのか、ここでようやくべきという話をするんですけど、どうあるべきなのかは、もう少し考えてみたいと思います。今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。どうしましょう。時間ちょいありますから質問とかしましょうか。僕らが考えるモチベーションというのは個性と競争なんですけども、彼らのモチベーションはもちろん分配と共生になるんです。だからそのこの時代のモチベーションというのは国家の台頭と戦争の勝利なんですよ、国民だから。で、今僕らはワールドカップとか何でしょうね、オリンピックの時に一瞬これを味わうんですけども、やっぱこっちの方へ行っちゃうんですね。で、同じように UIMI もですね、一瞬こっちには来るんですよ、ちゃんと。個性とか競争が大事だというふうに思うんですよ。僕らがオリンピックとかワールドカップの時だけ一瞬日本人になるのと同じように。それ以外大体僕ら市民なんですよ、自由市民。でも僕ら時々こっちの方に戻る。もしくは中国とか韓国から文句つけられた時、一瞬だけこっちの方に行っちゃうんですよ。同じように、こう彼らも、なんかあると一瞬こっちの方へ来てくれるとは思うんですけども、ただ基本はその分配と共生の人だと思います。僕は去年道徳の時間という本を出した時に、まあこの世代の人たちの思想家の人とかですね、物考える人と話したんですけども、やっぱ面白かったのがですね、戦争が起こったら戦うという人がやっぱ誰一人いないんですね。はい。で、それは、じゃあもう本当に具体的に侵略されて自分の家族が殺されたらどういうふうになるのかって言ったら徹底的に悩むんですよ、正直に。悩んで回答が出ないんですね。多分この辺の人たちはそういう場合考え方が違うし、この辺の人たちも自分が殺されるか家族が殺されるかだったら回答がなんか戦う方向にちょっと行くんですけども、
この人たち本当に行かないですね。それは分配と共生だから。だから一瞬こっちに戻ることはあるかもわかんないですけど、彼らのモチベーションは今僕らが考えているような方向では生まれてこない。徹底的に誰かと仲良かったり、逆に誰かから、周りから仲間外れにされないということしかモチベーションにならないと思います。モチベーションは LINE で外されないことぐらいですか。はい。他にありますか、質問。はい、どうぞ。はい。プラトニックの未来がなぜ美しい人になるのでしょうか。これね、直感なんですよ。ごめんなさい。ここまでのものは全て論理だけなんですね。で、こういうふうになるというのも、もう理屈なんですよ。僕にしてみれば。じゃあ、社会の支配層というのはどうなるのかっていうのは、実は、この人たちがどんなに考えてもここが思いつかないんですね。で、この人たちっていうのはどんなに考えてもここ思いつかない。つまり、論理には限界があってですね、次の社会の大体の枠組みとかは想像できるんですけど、その本質をつかみ取るのって理屈ではできないんですね。で、僕が、ああ、こうかなと思って直感でパッと掴んだのが美しいということなんです。さっき話したように、なんであんなに僕たちの社会というのはアイドルを好きになってしまったのか。それは、この僕が56年間生きてきて、この日本の中で起きた最大の出来事ってのは何かっていうと、可愛い女の子やかっこいい男の人を前面に押し出して、それを素晴らしいという文化が、この50年間日本で起きた最大の変化なんですね。社会が豊かになったとか、そういうようなことと関係なく、あらゆる、社会の中で、美しいこととかかっこいいことっていうのは最優先に来たと。これは何を意味してるのか。同時に、それが、なんだろう、社会資本化されてるというふうに誰も考えてないんだけども、そういうふうに考えた方が分かりやすいので、あ、これが新しい支配層の形なんだなというふうに考えると、今僕らが、僕らがというかですね、僕らより若くて、僕らよりちょいリア充な一般の人たちが、なんであんなに、イケメンであったり、可愛いアイドルであったりすることを、なんだろう、無意識にもしくは意識的に優先してしまうのか、それに対抗できないのかですね。昔僕も頭のいいお姉さんと話すと、もうちょっとイケメン好き少なかったんですけど、今頭のいいお姉さんを含めてほぼ全員がイケメン好きになってしまった。で、今のですね、なんだろうな、結構文化人とかですね、ガチガチの学者みたいなおじさんも結構ほとんどアイドル好きになってしまったっていうのは、こういうふうに考えたら直感的には納得できるので、僕は今のところこの仮説でやってます。ただ、今も言った通り、それは論理的なものではなくて、かなりジャンプして掴んでる仮説です。わかりました。ありがとうございます。はい。はい、あ、じゃあ、もうこの方で最後でお願いします。ラテニティピープルは、同じコミュニティの人々を利することによって、必要とされているという感覚を得られるので、幸福をも得られるのではないかと、思いついたのですが、どう思いますか？はい、それはですね、なんだろう、飴と鞭ということはないんですけど、それが半分だと思います。つまり、自分のフラタニティにとって必要な存在になるっていうことですよね。はい、ただ、僕らの社会が、個性と競争であったのと同じように、はい、フラタニティピープルの間でもですね、競争ではないものがあると思うんですよ。で、僕、それが目立つだと思うんですね。目立つっていうのは競争ではなくて、一瞬のことなんですけど、みんなの印象に残ることであり、自分の、なんだろう、キャラクターを立てることなんですね。で、こういうフラタニティの社会の中で一番まずいのはですね、個性がなくて、まあ、ここで言う個性ということではないんですよ。こっちで言う個性は、それを発揮して競争することですから、どちらかというとキャラ立てだと思ってください。キャラが立ってない人間の埋没されてしまって、いろんなことに誘われないことがまずい。だからといってキャラが立ちすぎて、周りの人間からちょっと敬遠されるのも怖いっていうですね。そういう飴と鞭の中で彼らは生きてると思うんですね。だから彼らのモチベーションとなるのは、一つはおっしゃられたように、いかにみんなに貢献して全員に対する有用度っていうのかな、自分の有用性を上げるのかなんですけども、もう一つはいかにみんなにとって単純な迷惑になれるかということなんですよ。迷惑になれるかっていうのはね、ちょっと難しいんですけども、
シナリオ学校の授業で最初に学ぶのが、いわゆる魅力というのは何かっていうと、分かりやすい欠点のことだというふうに学ぶんですね。つまり、僕らは、全人格的に優れたり、あらゆることに長じてる人を、優れてる人を魅力的と感じるんではなくて、その人たちにごく単純な欠点があって、その欠点に対して自分が苦手意識を持っているときに、すごく可愛いと思ったりに、なんだろうな、キャラクターが立ってるというふうに思うんですよ。なので、プラタニティの人たちっていうのは、みんなの役に立つというのはそうなんですけども、その中で自分のこだわりの欠点やわがままに、いかにみんなにちょっと付き合ってもらうのかっていうことに、ものすごい喜びを感じるんではないのかというふうに、ここはもう理性で考えます。はい。はい。ありがとうございます。はい。ではですね、ちょっとね、ずっとマイクの調子が悪くて喋り詰めだったんで、かなり疲れてきたんですね。これぐらいにしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。